じゃあ今ね、この中ちょっと見えにくいけど、ここで、ここ ICU で酸素流してるんですけど、手術する前にね、酸素かかしておくと、麻酔のリスクが下がるんですよ。それで酸素化してます、今ね。でも、朝一番、昨日も打ったんですけど、前もって抗生物質と、それからあと、消炎鎮痛剤。ステロイドじゃないタイプの消炎鎮痛剤を、打ってます。だ先制疼痛ってやつね。見えにくいでしょ。どうしても、ね、奥の方に。これがね、あの反射が。そう、見えにくいけど。はい。分かってるかな見てるような気がする。クルちゃん。ちょっと開けて声かけらってください。クルちゃん。お父さんが一番だから。クロ。分かったかな、ね、うわ怒った顔してる。怒ってますよね。あんなエリザベスからつけられればさ、怒りますよ、誰でもね。でも治るからね。うんで今日の午前の外来が終わったらね、はい、手術始めますんでね、はい、でそれまではちょっとここで酸素化してちょっとでもいい状態で、はい、麻酔いや一番怖いのはさ手術よりも麻酔なんですよね、はい、だからそちらのリスクを少しでも下げるためにちょっと酸素化してます。